今日の役員連絡会の次第ご報告を申し上げます。 TPP、ね、この小村副総裁からでありますが、 TPP 年金、問題を延長し、決めるときには決めると、当たり前のことを当たり前に行います、という話であります。次に、私の方からは、まず最初に昨日与党党首会談において会期延長につき今国会の重要案件である TPP 関連法と年金改革法の成立とその後の外交日程を考慮し、12月14日水曜日までの14日間とすることで、合意しました。本日の本会議で議題となりますが、引き続きご協力をお願い申し上げます。北日本各地で鳥インフルエンザの被害が拡大する予想を見せており、昨夜官邸に情報連絡室が設置される事態となっている。成長において感染拡大の防止、そして今後被害が拡大した場合の養鶏農家の経営支援など事態を注視し、早め早めの対応に万全を期してもらいたい。次に、先週26、27日と高知県黒潮町において世界津波の日高校生サミット in 黒潮が開催され、世界30カ国360名の高校生が集まり、津波防災に関する分科会、避難訓練などを行い、黒潮宣言という形で取りまとめられました。本年は世界津波の日の元年であり、今後若き津波防災大使を各国のご協力によって育て、防災減災に対する認識を高める取り組みを続けていきたい。これは全く別のことでありますが、奥野誠介先生のご逝去に伴い、お別れの会についてお手元の資料の通り、資料提示しております。はい、東京とお地元で開催されることとなりました。ご報告を申し上げます。次に、竹下国対委員長の報告でありますが、本会議は迅速とします。野党の動き次第で解任不信任の時間は変わってまいります。鳥インフルエンザの対策で、細田農水政務官と新潟出張を決めました。これはまあ当たり前のことですが、今金属をかけておりますので、これは例外として政務官には問題の箇所に行っていただくことにしております。次に、茂木政調会長ですが、鳥インフルエンザ対策について政調で本日農林合同会議で政府より対応ヒアリングをし、党としてもバックアップをするつもりであります。大体以上でありますが、ご質問があればよろしくお願いします。はい、どうぞ。
はい。官庁からのご報告でもあるので、野党側は、ですね、この厚労委員長の解任決議と、あと塩崎厚労大臣の信任決議を提出するという構えですが、これについて、官庁としては、どのように考えますか。円満の上でも円満に国会運営をしようという我が党の方針に従って、政府も答弁等において丁寧の上にも丁寧に一生懸命取り組んでこられた。我々この審議の状況を見守っておってもですね、政府側にも何だか瑕はないということからすると、そうした不信任案の提案に対しては断固反対の意思を自由民主党としては表明したいと思っています。はい、山岸です。今いつものお話しますけれども、国会審議が緊迫する中ではありますけれども、安倍政権の支持率が、さっきどうか見てますけども、高止まりといいますか、回復しているように見られます。こういった状況の中でですね、また与党の中には、衆議院解散、総選挙も近いんじゃないかという見通しもあるようですけれども、幹事長、ごめんなさい、どうしてください。ちょっと支持率が上がったぐらいでね、解散の時期を考えたり、国会運営をうまくいっているというふうに思い込むのは早すぎると思います。支持率が高いことは結構なことでありますが、やはりここはちゃんと、気合を引き締めてね、国会運営に励まなくてはならない。で、国会は秋の空と同じようにね、すぐ変わるんですよ。ですから、油断しちゃいけない。緊張感を持って臨みたいと思います。はい。TBS の室井です。関連しまして、この支持率が高止まりしている、高い理由について、幹事長はどのように分析されていらっしゃいますか。低い時は大いに反省しなきゃいけませんが、高い時には考える必要がない。それよりも、さっき申し上げた通り、気を引き締めて一層頑張るということに尽きるわけである。私は支持率が高くあったからといって、党の選挙においても、あるいは自分の経験においても、支持率高いからって大いに喜んだり、これで大体楽だろうなんて考えると、この次の結果は必ず違った限界になりますよ。だからやっぱり選挙は油断することなくしっかりやっていただくということだと思います。支持率高いからって怠けたら差し替えますよ。他にありますか。はい、それでは幹事長の会議に終わっていただきます。どうもありがとうございました。